ただいまから教育福祉委員会を開会いたします <coughs>、えー、本日は、えー、教育委員会関係で1件の聴取を、えー、保健福祉局関係で、えー、報告1件の報告1件の聴取を行います、えー、また本日は子ども若者育み局については、えー、報告案件等がありませんので質問のある方はただいま挙手していただきあらかじめ質問内容をお申し出いただきますようお願いいたします 民間児童福祉施設等におけるブロック塀の調査結果について、あと、えー、公立保育園から民間に関した保育園におけるブロック塀の対応について、えーっと、あと夏のプールの、伴ってプールの開設のあり方について、以上です。 民間児童福祉施設のブロック塀の点検結果どうも夏のプールの解説とあもう一つあるよねあ公立保育園からの民間へのと3点ねはいはいあ,、まうん、あさっき あのあれをタイトルをタイトルというか内容をちょっとお知らせいただします。はいどうぞ。はい保育所保育園学童保育の地震豪雨災害の対応についてです。保育所保育園学童地震地震対応はい平山委員木、はい、山委員私も民間社会福祉施設の補修が必要なブロック弁についてはいお伺いしています。民間社会福祉 他にございませんか、えー。それではただいまお申し出のあった質問については、えー、保健福祉局の審査の後に、えー、平山隆雄委員で、玉本副委員長で、えー、山本委員の、えー、が行うことといたしますなお改めて申し上げますがお申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんのでご承知おき願います。 <laughs> えー、次に、えー、前回の委員会で子ども若者育み局及び教育委員会に要求いたしました資料は議員団室に送付いたしておきました以上ご了,ご了承願いますそれでは教育委員会関係の一律,学一律学校園及び通学路におけるブロック米の調査状況等の概要についての報告を聴取いたします理事者報告願います 東総務部長はいいよろししくお願いいたしますどうぞ着席して報告してくださいそれでは一律学校園及び通学路におけるブロック塀の調査状況等の概要につきましてご報告させていただきますお手元の教育委員福祉委員可資料をご覧くださいまず1学校施設のブロック塀についてでございます 両学校1で7月9日月曜日時点での調査結果及び緊急措置の状況を学校仕事に整理して記載しております。前回のの本委員会での報告後 緊急点検に対する学校からの回答の精査やさらなる現場確認を行っており前回委員会でのご報告時点からの修正として表の承形の段についてですがブロック塀を有する学校幼稚園のうち要補修とあった学校園が154から159公園にまたそのうち建築基準法に抵触する可能性のある学校が90から90公園にと修正させていただいております。 また緊急措置対象校のうち7月9日時点で27校で着手しております。 なお本日提出しております委員会要求資料上では緊急措置実施校20校を一覧にしておりますがこれは資料の取りまとめの関係上先週末時点での校数をまとめさせていただいたものであり7月豪雨のため着手が遅れておりました学校について9日月曜日から事業者に依頼し着手することができましたので数字上の底がありますことをご了承ください次にに両学校よご覧ください。 今後の学校敷地内のブロック塀への調査・改修についてでございます6月19日付の災害本部長通知を踏まえた全公園での緊急点検では一旦学校敷地内にある最も高さの高いブロック塀を対象として高さが2.2メートル以上かどうかや控え壁の有無 またひび割れや傾きの有無等について管理職等による点検を行っておりましたが改めてブロック塀を有する185公園を含めた全260公園のすべてのブロック塀やブロック塀以外の例えば児童生徒がボール等を当てるために建てられた投擲板等について専門家による調査・調査を実施いたします。 またブロック塀の改修等につきましては教育委員会においても6月29日付の災害対策本部長通知で示された 投下した場合に大きな危害が想定されるブロック塀について撤去を原則として早急に対応を行うという方針を踏まえ子どもたちの安全を最優先にあでございますが緊急措置を要すると判断している60公園については緊急措置の対象としているブロック塀について詳細調査と並行して速やかに撤去を含めた改修を進めてまいります また、E についてでございますが緊急措置対象以外の全ブロック塀について詳細調査結果を踏まえ災害対策本部長通知で示された優先順位の考え方に基づいて撤去改修等の対策に着手してまいりますなお、資料上は記載しておりませんがブロック塀以外の投擲き板等についても劣化状況の確認はもとより ブロック済みであれば同様に控え壁があるかその他にもヘリの高さなどを確認の上安全確保のために必要な措置を行ってまいりますまた詳細調査の内容についてでございますがブロック塀についてはその他のヘリと同様に種類や位置 延長や高さを確認した上で基本的には専門家の視点で先の緊急点検と同様に高さ、厚さ控え壁の有無等を確認し要補修の必要性を判断し外形的には問題なく要補修でないと考えられる場合でも基礎の状況等について確認しその結果を踏まえて具体的な対応を検討してまいります2面をご確認ください次に2通学路のブロック塀についてです 同学校1学校園による調査の概要ですが案として日清発生当日翌日からの教育活動再開に向けた全校学校園に対する通知を踏まえ通学路に危険箇所がないかの点検と下工事には必要に応じて教職員が見回り等を実施いたしましたいい、e、でございますが6月22日付で同29日を期限として全市立小学校に対して通学路上の ブロック米等について教職員等による目視での緊急点検と調査の実施を指示いたしましたこの調査においては記載のとおり一流石ひび割れ、破損、傾斜、一流石区高い等についての項目を目視確認し6月末時点で集約した結果即応値として全165校のうち103校において計504箇所を確認しております 最後後に、にに両学校に今後の対応についてですあーでございますが教職員等による目視での緊急点検と調査結果について都市計画局建設局とともに整理をさせていただき本市が新たに設ける専門家派遣制度および除去工事に対する補助制度を活用して通学路上のブロック塀等について関係局と連携の上順次所有者に対して改善の働きかけを行ってまいります。 また各学校園においてもこうした取り組みの進捗を共有し見守り隊等の情報共有やさらなる通学路の見直しを検討するなど必要な措置を行い児童・生徒の安全確保に努めてまいります説明は以上でございますよろしくお願いいたしますただいまの報告について何か質問はございませんかはいちょっと待って はい、それではは平山太委員おはようございますまずはじめにの西日本を中心に降り続いた今回の平成30年7月豪雨に対して被害を受けられた方に対して中心よりお見舞いを申し上げたいなという,ふうに思いますが本日、この大阪北部地震によって露呈したこのブロック塀のご報告を受けて その件に関して質問をさせていただきたいというふうに思っておりますが今後ちょっとそれに関連して大雨に対してもそういう何か合わせて今回の大雨に関しても被害があったならば教えていただきたいのと合わせて今回その学校施設の,そのブロック塀について調査結果と緊急措置状況についてご報告もいただきましたがその要補修とされた185の学校幼稚園教育施設等については その施設面について公表するご予定があるのかそれも併せてお伺いしたいですがいかがですか、はいえー、またの総務担当部長、はいえっと、まずあの先ほどあの東部長の方からも申し上げましたとおり、えー、地震発生直後に行いました緊急点検につきましては、えー、校内であの教職員が、えー 一番高いブロック塀に対してのチェックをしたということで全体像を把握しているわけではございませんさらに、その後緊急措置を行っている学校いくつかございますけれどもそれぞれ学校からの報告あるいは問い合わせをいただいたところに対してしっかりと現場確認した上で技術職員が必要な箇所について対応しているところでございますので。 すべてを把握しているわけではございません、そういう意味で先ほど申し上げました、すべての学校園に対しまして、今後、研究法に適合しているか、あるいは劣化状況等を正確に把握するという意味で、専門家による詳細調査を今、実施しようということで、準備を進めているところでございます。 その実施した結果に基づきまして詳細調査の状況をあのまあ学校名を含めてご公表していくとそういうふうに考えております。平山田公委員わかりました。あのまあそしたらその今後のブロックベの詳細調査のまあ概要なんかも教えていただきたいんですがいかがですか。はいまたの担当部長。 すみません、えっと、先ほどあの豪雨による影響について、えっと、ご答弁が漏れました、失礼しました、えっと、特にあの学校あの被害、大きなあの損壊というのはございません。ただ あのえっと、34の、えー、学校におきまして校舎あるいは体育館において雨漏りが発生しているというそういう状況がございましたこれにつきましてはあの平時から、えー、っと雨漏りに関してはあの教育環境に害するあるいはあの具体に対する影響というのも大きいので緊急にあの対応しております今回につきましてもそれぞれあの業者が、えー、現場確認をしてどういう形で対応していくかというのを検討しているところでございます以上です 平その大雨に対しても、併、えー、せて答えをよろしくお願いをしたいと思いますが、まあ、先ほど、すみません、えーちょっとご、ごめんなさい、僕も質問2点になってややこしくなったんですけど、まあ、このブロック塀について、詳細調査を行っていくというふうにおっしゃいましたが、その概要について、改めてちょっとお伺いしたいですが、いかがですか。 先ほど申しました全学校におきまして実際に壁の高さ、壁の厚さあるいは控え壁の部分等でいわゆる研究法上に適合しているかどうかをまずチェックします。 そ,れその上で、えー、このいわゆるあの本部通知に基づきますとあの現行法に不適合なものについては、えー、原則撤去ということになりますので、えー、その対応を考えていくことになりますけれども、えー、適合外見上適合しているということに関しましてもより安全,性が問題安全性に問題がないかということで鉄筋の配置状況あるいは、えー、基礎の深さとかしっかりしているかどうか。 そういうことをチェックした上で、す、え、べ、ー、てを把握していく、それはあの外周の壁だけではなくて、えー、構内にあります投てき板とさまざまなあの塀をしっかりとチェックしていこうと、そういうふうに思っております平山委員、しっかりと、えー、チェックいただきたいなというふうに思いますしまた、ただ今回のその地震においては、ブロック塀以外にも、 えーまあ、多くの学校で外壁や窓ガラスなどの被害もあったというふうにも聞いておりますが、まあ、それらの修繕状況についてはどうなっているのか、いかがですか又の担当部長、はいえー、前回にも報告申し上げました、110か所の、えー、施設において、えー、一定の被害が、えー、ございました、えー。窓ガラスの割れ あるいは、あの、漏水、ガスの遮断等ございましたけれども、えー、それぞれ、あのー、 業種にある修繕を進めているところでございます7月9日現在で14公園さらには6の閉鎖校においても被害箇所を修繕完了しておりますそれぞれ残っている箇所についても適宜進めているところでございます特に校舎のひび割れ等があったところに関しては都市計画局とも連携を取りながらどういう形で復旧していくか そういういいいここととも協議しているところででございますす以上です平山委員、そのハード面でのいわゆる修繕状況についてもしっかりとご対応いただいているということで併せてお願いをしておきたいんですけどもう一方でやはりソフト面の方で考えないといけないのがその今回の地震の経験によって不安やショックを抱えておられる児童・生徒さんもおられるというところでそういった生徒さんへの心のケアというのうも重要になってくるかと。 いいうふうふに思いますし、まあ、その地震直後、またその現時点でですねあの不安を訴える児童生徒さんのまあ状況であったり、まあ、そのご対応というのはどのようにされているのかまた、被災によって例えば、他都市からまあ転入してこられたような児童生徒さんはいらっしゃるのかそのあたりもお答えいただきたいんですが佐藤総合教育センター所長。 地震の後不安等を訴えている、そういった児童・生徒についての,あのご質問でございますけれども、地震から1週間経過、えー、計1週間たった6月25日における学校調査によりますと、小学校22校59名、中学校7校14名、高校3校10名、総合支援学校 1, 名、えー、1校2名、合計1校2名、 38校の85名が学校再開日以降に地震による不安等から欠席その中には保護者の方の意向によるそういった欠席もございますけれどもその児童生徒が体調不良あるいは不安を訴えておりました、えーまあ、現在ですけれどもほとんどの児童生徒については問題なく登校できておりますけれども 地震以外の背景等から継続したケアが必要な生徒につきましては、1名、引き続き支援をしているところです。これからも不安を訴える児童生徒につきましては、担任や養護教諭等が丁寧に対応しつつ、スクールカウンセラーや子ども相談センターパートナーを活用するなど、引き続き子どもたちの支援に当たってまいりたいというふうに考えています。 また過去の震災との関連が確認できている児童・生徒につきましては3校4名いらっしゃいましたけれども東日本大震災で1名熊本からの経験をされた児童・生徒につきまして3名が確認できています。 あはい、あす,すみませんでしたあの、その過去の震災の関連の,あの児童・生徒につきましては、現在、登校できておりますので、ご安心いただければと思います平山委員、まあ本当に、えー、ハード面、ソフト面でも、まあ、多くの課題が生じているようにも思いますし、まあ、ただ、その児童・生徒さんの安心・安全というのが、えー、大事だと思いますんでですね。 ましっかりとも今後ともま着実な取り組みをお願いしておきます。以上でございます。はい。進行いたします。玉本副委員長えっと、私からもあのもう少し加えての質問をしたいと思うんですけども。まず、あの前回の委員会で要補修の学校名と状況があのわかるものを求めました。ところ、ええっと出されたものは、えー、緊急に。 措置をしたという二十校の一覧表があの資料要求結果として出ましたあの高さやひび割れなどは素人が見ても分か,り分かるものでこの学校の壁は大丈夫なのか危険なのかというようなことで、まあ、あの保護者や地域のものは、まあ、不安にすでに思っているところがあります、まあ、一覧になればどのように教育委員会が対応している 行こうとしているのかっていうことがわかるかなと思って、あの全体像わかるようなあの。学校名も含めた資料を求めたんですが、まあ、ちょっと出なかった。経過もご説明を先にしていただきたいと思います。はい、ま、え、た、ー、の担当部長。はい えっと、先ほど申しましたあの緊急点検災害発生直後に行いましたが緊急点検につきましては、えー、教員によるいわゆるブロック塀の一番高かったところに関しての チェックということで学校全体を把握したものではございませんでしたさらに緊急措置対象で取り組みを進めている学校につきましても学校園からの直接の報告を受けてその箇所をあの。 対応していいるところでございますただ、これらでもすべてを把握しているわけではございませんので現在、すべての学校園に対して研究法に適合しているかあるいは、劣化状況がどうかということを正確に専門家による詳細調査を行おうということで準備を進めております。 そういう状況において研究点検の結果を精査するということに力を入れるというよりも詳細調査の実施を 早くする、えー、さらには、緊、え、急、ー、性の高いブロック弁への対応に、えー、力を注ぐということで、えー、取り組みを進めてきたところで、今後もあのそうしていこうというふうに思っておりますので、公、えー、うにつきましては、現時点での情報というよりも、詳細調査の、えー、結果を踏まえた情報として提供させていただきたいと、そういうふうに思っております。田本副委員長、はい ただ、ですねでに要補修ということで159校ということになっているところもありますのであの安全かどうかというところでは不安に持っている保護者や地域の方学校の周辺の方も思っておられるのでその危険なところに対しての周知というのはねあの並行してやっていく必要があるというふうに感じております。 まあ改めてブロック塀を有する185公園を全公園の調査に切り替えてあの全部やるんだというのは私もそれはあの求められているものだったという,ふうに思うんですけども、まあ、そこであの先ほどえ調査の概要をもう少し詳しくということでありましたけどあの実際、この専門家の調査というのは、えー 誰がどのようにするのかその専門家の規模もどの程度のものなのかっていうことが分かればということとあの都市計画局が、えー、出しているもので実際あのブロック塀等の点検による専門家の派遣制度っていうのを作っておられまして、まあ、それに、えー、もう期限をつけて受付も、えー、期間も決めてするということで 報告がありますそれとの関連もあるのかとは思うんですがあの例えばその除去工事の費用に対する女性制度の特例措置というのもあるようなんですが8月31日までに受け付けをした人女性限るというようなことも書いてあるので一定ねやっぱりあのこの 都市計画局がやるものと教育委員会としてやるものっていうものの整理というか分かる説明がいただきたいなというふうに思っていますと重ねて聞きますと詳細調査項目の基礎状況鉄筋の配置状況っていうふうになってあるんですがこれ結構大掛かりな調査なんじゃないかなと思うんですがそれを全部にするということでは ないと思うんですねとりあえずもうこれは危険だし撤去っていうところに関してはもうあの撤去の方向で詳細もしないと思うんですがあの安全かどうかをねあのこれはきっちり調査しなくてはならないっていうところに対して基礎調査や鉄筋の有無なんかもきっちりしていくということなのかなっていうふうに思ったんですけどこの説明であるとみんなするみたいに見えるんですけどその辺の,あのご説明もいただきたいと思います。 佐藤担当、失礼しました、又の担当部長、はいえっと、詳細調査につきましては、まず今週中に、いわゆるサンプル校で、どういう形で調査をすべきか、点検項目なんかを確認をしまして、そのマニュアルを作成しようというふうに考えております、それに基づきまして、来週早々には着手をしていきたいということで、今、現在、準備を進めるというところでございます。 えー、さらに、えーまああのー 先ほど申しましたあの、えー、外見で分かるもの、えー、部屋の高さとか厚さ、光壁の有無等につきましては、えー、まずあの調査ですぐに分かります、えー、それに対して、えー、そこで、あの緊急法あの、今の基準に不適合なものについては、えー、本部の,あの通知にもございますけれども、原則撤去ということで、えー 考えていくあの施設でございますけれども、えー、いわゆるあの適合している、残せるかどうかということを正確に把握するために、えー、敵の配置状況、そして、えー、基礎なんかを、えー、その,あの部分に関してはしっかりと調査をしていくという、えー、内容になります。えー、それで、えー、先ほどあの、えー、とおっっしゃっていただいたただ あのいわゆる、えー、と専門家の調査でございますけれども。 いわゆるあのブロックの診断ができる資格をお持ちあるいは建築士の資格をお持ちの方とかしっかりとあのその施設を点検できる思想にしっかりとお声かけをさせていただいて、えー、早急に実施しようというふうに思っておりまして、えー、7月あの早急に立ち上げて、えー、夏季休業期間中を中心に 調査をしていこうとそういうふうに考えておりますので全校多くのスタッフを使いながら一斉に進めていこうとそういうふうに考えております。そういうことで都市計画局に関しては基本的に民間の施設を対象として取り組む ことになりますけれども私ども、教育委員会については私どもが所管している教育施設に対してしっかりと早急に動かしていくとそういうふうに考えております玉本副委員長。分かりました、目視で見てもう危険だというところはもう基,礎調、えー、基礎状況や鉄筋の配置状況などを見るまでもなく撤去の方針であのもう計画に進むと。 というこ,とでこれは残せるかなっていう場合に関してさらに詳しく調べるっていうことだと思うんですけどもあの安全を確認するっていう調査っていうのはいわゆる構造検査調査とかっていうそうですがその基礎がちゃんと下からされててブロックの下のところでされててでそこからもその基礎から鉄筋がちゃんと上がってるかとか控え壁が本体の壁としっかりと あの隙間なくジョイントされて控え壁の役目のを果たしているかというような調査というのはかなりあの大掛かりなものだなという,ふうに思うんですけどもあの私も専門家の人にお伺いすると基本だから安全確認というのはもうできなくてすぐに危険がないかどうかを確認していくことがま,あまず元やっていると。基礎調査っていう 構造調査っていうのは、まあ言うたら掘り返してみないと、基礎がちゃんとなってるかわからないっていうことで言うと、その、そこまで、あの、求めることに今回なるのかどうかっていうことをお伺いしたいんです。で、それが、まあそこまでやらないっていうことであればですね、あの、疑わしいまま置いとくっていうことにはならないと、疑わしいものはやっぱりもう提供するっていうことになるんじゃないかと思うんですが、どこまで、その、やる予定なんでしょうか。 まずあの建築間もないものにつきましては図面等が残っているあるいはあの成功あの中の写真とかもございますのでそういうチェックはできるかという,ふうに思います。 ただ、あのまあ、外見上健全であるということで残せる可能性がある施設に関してはしっかりと基礎まで掘り返してあるいは一部的、鉄筋が見えるような状態にしてあの構造がしっかりしているかどうかそういうチェックになると思います玉本副委員長、はい、そしたら、まあ、そこまでしてこのブロック塀はだ大丈夫だというところまでして残せるものは残すという方針と。 ただあのブロック塀そのものは前回の委員会で倉田議員が質疑もしたようにあの文科省もあのブロック塀そのものは基本的には防犯上もでまたその危険もあるということでいうとあ撤去していく方向性というもの,の方針を出していると思うんですがそれとの兼ね合いはどうなるかもう一回説明いただけますでしょうか。又の担当部長 えっとまあ、あの施設をどうするかということに関しましては、あの本部通知の、えー、考え方に従っていくことになりますけれども、具体的に撤去した後のあの分について、どういう施設にしていくかということに関しましては、例えばあの具体的なあの素材等はあのまだ検討中ではございますけれども、えー、新たなフェンスを設置していくということになると思います。 安全性や防犯面、あるいは近隣への配慮等を総合的に、さらには、えー、緑化の視点というのも大事かという,ふうに思いますけれども、えー、視界を遮るべきところ、あるいはあの見通しを良くするべきところ、それぞれあの、えー、総合的に判断して、どういう施設を設置していくかというのを考えていくことになります。玉本副委員長 はい、あの撤去したところに関してはあのそのようにしていただいたらいいと思うんですがその安全だということで残すということを方針にしてしまっていいのかどうかというところが、ね、私もよくわからないなと思ったんです文科省はブロック塀は基本なくしていくという方針ではなかったのかというふうに思うんですがそこは違うのか教育委員京都市教育委員会の独自のものなのかというところはどうですか。 の担当部長基本的にあのブロック名のものに、ブロック名につきましては、安全なものは、えー、残してあのしかるべきかというふうに考えております。 そしたらあの、まあ、文科省等はなくしていこうという風な方針であったと思うので、まあ、そことの兼ね合いはまた協議もしていただきつつ、あのブロック塀が本当にこれは安全なんだという風なね、ことがあの、まあ、太鼓判を押せると。 と,いうところまできちっと調査をした上で残すということはまあ一応は確認をしておきたいと思いますが今後の方向性としてはあのまた検討を深めていただきたいなというふうに思っています、はい、あと最後にあの店舗の問題なんですけども夏休み中に詳細調査を終えるのを目標にするとただま専門家がねどの程度確保できてやりきれるかで先ほどからゆあの 議論ししてきました基礎調査までね、基礎のところまで掘り返してみるっていうようなところがね、本当にどこまでできるのかっていうのは、ちょっと不安もありますが、まあ、それは夏休み中にやりきって、その上で撤去と、その新しいフェンス等にしていくっていうところのめどは、あの優先順位はつけてやるっていうことは書かれておりますが、その辺はある程度の目標っていうものはお持ちなんでしょうか。 まずあの緊急措置を行っております28校のブロック塀につきましては、えー、早急に接近にかかり、えー、改修工事年内には着手できるというふうに考えております、えー、またあの緊急措置を決定している32の施設につきましても、えー、ブロック塀について早急に解体等をあのいわゆる緊急措置として行いながら 一歩並行して設計改修につなげていきたいとそういうふうに考えております、それ以外の学校につきましてはいわゆる詳細調査を終えてから、えー、ということになりますけれどもあの、えー、先ほど申しましたあの緊急に、えー、夏を中心に、えー、実施をしてその状況を踏まえて本部方針にしたかった形で計画的に早急に改修につなげていきたいとそういうふうに考えております。 早急にやるとしかなかなかやっぱり言えない状況にあるということなのかもしれませんけども、あのー、何年もかけてやるということではないということは確認しておきたいというふうに思いますし、あのー、予算との関係もあると思いますけども、躊躇せずね、あのー、やっていただきたいということは強く求めておきたいと思います。以上で終わりまますす、はい、進行いたしますもえ御塚委員 はいあのまあ、今回、いろいろとご対応いただくということの中で、まあ、前回の委員会の中でも、まあ、先ほどなんかはあまり進でも大きくなかったということもあって、えーえーまあ、見た目に判断されているところだけが、この対策ではなくて、しっかりと全校に対して対応していただきたいということを申し上げました、まあ、それが今回、こうして全校に対しての、それもこの詳細調査の方も基本的に進めていくと。 いうことを決めいただいたととといいいいうううことについて大変ありがたいなというふうに思っています、まあ、あのその意味で、何としても、えー、通われている子どもたち、そして保護者の方々が安心できる状況を作るという意味では、あの先ほどのありますけれども、一、まあ、日も早くこの調査結果については公表していただくというところをぜひ、改めてお願いしたいというふうに思います。まあ、先ほどのお話の中で、えー、実際に工事については、えー夏,休まあ、夏休みの間ということでございますけれども、うん まあえー、この調査の結果について、えー、い今、その、まあえー、若干の夏休みの終わるまでには、えー、一定、公表ができるというふうに考えてよろしいでしょうか、ちょっとそこだけまず確認させてもらいますか。又の担当部長 えっと、あのどれだけ手分けをして、現場をあの調査できるかっていうことにもなります。あの、夏休みが終わるまでにっていうところまで、あの正直、今の現状ではあの、えー、厳しいところがあるかなっていうふうに思っております。えっとまあ,あの一定9月には入ってしまう可能性があるというそういう風に考えております。本塚委員。 分かりました、まあ、あの相手があることでもありますし、えー、ただそこについてはできるだけ早くそしてまたあの、えー、この先週末の雨のことも含めていろいろありますのでさまざ、あ、まなところで自然,環境に対しての自然災害に対しての不安が、まあ、あの多くの方々に募っている状況でもありますのでできるだけ早くえーまああの発表していただけるようにしてでそれに対しての方針についても同時に、え。ー まあ示していただきたいなというふうに思います。で、あのまあ多くのことがもう今あの質疑の中でやり取りありましたので、あと一点確認させていただきたいのはあの通学路のブロック塀についてです。で、えー、これについてあ改めてまあ,あの先ほどの中でも、えー、不安に思われている方々からまあご連絡をいただいたりもしました。で、今回このように504箇所において、えー、まあそういう危険性が ありるということが目視上であったということでございますけれどもこれは例えばその学校なら学校の中で PTA の皆さん方含めてあの教育どこについてそういう危険性があるということをえ教育委員会に対して伝えたとかっていうことでのえ確認し合う場というのはあるものなんでしょうか先ほどれありましたけれども子どもたちができるだけそこを通学 まあ通学路というか、決め手で定めなくてもそこを通らないようにしていかなきゃいけないということであれば、学校において判断されたところについては少なくとも子どもたちにちゃんと認知させる必要があると思うんですが、この辺についてのえ学校内での対応というのは、どういうふうになっておられるでしょうか福西体育健康教育,次長え教育室長、失礼しました。 失礼いたします、えー、点検につきましての学校内での情報共有、また、えー、保護者、地域との情報共有についてでございますが、えー、学校につきまして、そうした取り組みを進めていただくように、教育委員会としてもお願いをしているところでございます。またあの 点検これから行います専門家の点検を行いますが、それまでにも,もう緊急度の高い危険箇所につきましては、例えば通学路の変更ですとか、危険箇所にコーンを置くとか、反対側の道を通るというような対応も各学校で取っていただいております、土木事務所等の関係団体とも調整をしているところでございます。以上でございままますす塚委員分かりりししたたこれは先ほどありましたけれどあけも都市計画局が今回スタートする 制度ににのっっととるものという,ふうに思ててまして、まあ、そういう意味でいうと、えー、その学校側が、まあえー、都市計画局に対してここということの箇所指定をしましたでそのことっていうのが一般の方々にはなかなか分からないという状況ではありますけども一般の方からもそこに対してここは危ないんじゃないかということを調べてほしいというような話があった場合にそこは連携をしてあのこのことについては、えー まあ学校側からも報告を受けていますので対応してますとかというようなやり取りがちゃんとできるようになるんでしょうかそれともそのことについて都市計画局の窓口としては認識できないので各々、えー、の,の,の意見として集約してしまうだけでなかなか地域に対して返すことはできないのかその辺についてのやり取りはどのようにお考えですか。福今回の件につきましては、えー 都市計画局の方ではもう申請の有無に関わらず点検をしていただくということで対応をお願いをしております。ただあのこのご五百件につきましては情報につきましてはお互い共有をしておりますので把握をしていただいているということがございますので自己所有の方また他の方の情報がありましたとしてもその重複については統計局の方で確認がいただけるかというふうに考えております。恩塚委員はいあのまあ今回私のところにあった話というのはあのもう京都に た住まわれていなくてで、えーまあ、古い、えーまあ、アパートが残っていてで所有者はもう京都以外とでその場合に、まあ、今回のこういう制度があることすら多分,分からないだろうなといったときに、えー、今の危険性を地元は考えているしでそれに対してしあの学校側も認知をしていた,、ね、たらちゃんとそういうやり取りができているということが伝わってそして地域も安心するしまた場合によっては所有者に対しても必要性があれば。 訴えていいただけるというこういう状況が学校とも都市計画局とそして地域とも連携できる状況だけはしっかり作っておいていただきたいなと思いますので皆さん方の情報が必ず都市計画局の窓口でちゃんと把握をされてそして地域の方から連絡があった場合にもそれに対してさらに受けるんじゃなくてちゃんとお返しができる状況までぜひしておいていただくと。 学校側がそれらに対応していただいているんだなということがまた分かることにもつながると思うのでぜひそこについてはあのしっかりと都市計画局にお伝えいただきたいなというふうに思いますで最後にあの今回の週末の大雨の後に北千川学校の中で改めてあの避難所運営委員に該当するような方々と集まる機会がありましたでそこに当然学校長もご参加いただいたんですが、まあ、あのその時に 前回の委員会でも私申し上げたんですが要はその通学途上の問題について改めて妙理隊の方から不安に思っているお話が出てまいりました、まあ、今回こうして整理をされている状況の中でやはり本来学校が避難所になっているところが大半なのでそうでないところもありますから一律にというわけにはいきませんけどもやはり基本的な考え方としてその通学途上においては こういう状況が起きた場合学校に一旦は行かせるというような方針等をやはり明快にしていただいた上で、で、まあ、その家を出たところで地震が起きたらそれは家に戻ったらいいわけですけれども見守り隊の方々の判断として一時的に一定の基準を持てる状況を作るには学校に全て任せるんではなく全体的な方向、方針として 教育委員会からやっぱりお示しいただくことが大事かなということを改めて感じましたそこについてはぜひ皆さん方からも方針としてお示しをいただいてで運用については当然地元の中での判断を優先していて構わないけども方針的なことについてはお示しをいただきたいというふうに思います改めてそのことに対しての考え方だけお聞かせしてさせていただいて終わりだと思います福西室長 失礼いたします。前回もお話がございまして、その後も含めまして、関係者、教育委員会の関係課のえそで、その全体の方針を示すことについての検討をしております、また、公聴会の方での意見聴取というお話もございましたので、公聴会が取りまとめられたものにつきましても、こちらの方で情報共有させていただきまして、今後、早急に進めていきたいというふうに考えております。 あの重,な重ならないように、えー、したいと思いますが、えー、と細かな点であの恐縮なんですがあのこの,あの建築基準法に抵触可能性ありとされているあの箇所についてあの先ほどのご答弁少しあのもう一度確認をになるか分からないんですがあの仮に法律に適合していたとしても、えー、中身をしっかり見るとあるいは鉄筋であるとかあの、えー、適合しているからもうその調査しないとか。 そういったことではなくて、建築基準法に抵触の可能性がなくても、なくても、えーそのえー、内容ありきというか、調査をしっかりするということで、あの理解をすればいいのか、いかがでしょうまたの担当部長。えっと、現行の,あの基準法に、えー不、不適合な案件については、あの 法務の方針撤去っていうことがあの基本でございます、えー。それで適合している、えー、状況ではあるけども、えー、それがあのしっかりと施行されているかっていう意味で、あの内部をあの調査するとそういうことでございます。はい森会員。じゃあ,あのすいませんあのもう一度確認しますがけ、えー、建築基準法に適合していても調査をするということですね。 まあ、そ,うそういう意味合いだと思うんですが調査してであの少し弱いところがあればあの補修するなりえ対応するということでよろしいですね。又の担当部長 申し訳ございませんあの適合している分についてはいわゆるあの、えー、撤去の方針にあの当たりませんので、えー、適切に残せるかどうかというのをあの現状をしっかりと把握した上でえー、その判断をするというそこはあの法律に適合する市内にかかわらず中身をしっかりとチェックしていただくということをあのお願いをしておきたいと思います。でそれとですね <coughs> すべ、まあえー、てこれ調査されて、えー、要補修これはの幼稚園、小学校、中学校、小中学校、えー、それぞれ10円、えー、113校、47校、2校こ,こういう数字があるわけなんですがこの要補修の,この割合を見ているのともう概ねこれ要補修であってでさらに右へ進むと、えー、建築基準法に抵触の可能性がありというこの,あの数もですねかなりこれ多いんですがあのこれはの。の こういうものなのか、私、単純に法律に抵触する可能性ありってこれ簡単に書いてますけど、なんで抵触するんだろうなってこれ単純に思うんですが、これは建築基準法がやはり大幅に改正された影響であって、現行,現行の法律に合わなくなったということなのか、そうした意味合いによ全然意味合いが違うと思うんですね、まさか違法建築を容認して建物を建てたということではないと思いますから。 ただ、あのこれ、要補修がこれこれだけの数に上っているっていうのは、これ、ななんでなんだろうなということで、あのそこはあのお答えいただきたいと思うんですが、いかがでしょうかまたの担当部長。はい、えー、っといわゆるあの、あ研究法に抵触する可能性があるということに関しましては、えー、っと一つ、あの法律の解釈が変わっております、えー、いわゆるあの従来での考え方で言いますと、えーまあ 構内敷地の高さから何メートルっていう測り方だったのが、えー、今の考え方はこの春から変わってるんですけども外道路面からの高さというより低いところから判断するっていうそういうことになっておりますので、えー、だいぶ、あのーあのー、そういう意味で健康、えー、に。 適さないっていうところが多いっていうことでございます。それと、もう一つはあの要補修が多いっていうことに関しましては、いわゆるあの基準に抵触するかどうかっていう観点と、もう一つはひび割れとか、あのまあ傾きとかっていうそういうことがございます。そういう意味で、あの学校現在あのまあ。 30年以上経っている学校がおおむね7割ぐらいあるというそういう状況の中で、えーっとまあ、同じ時代にたった多分、同じ時代に立っているようなブロック塀だいぶ古くなっているというのも現状ですのでそういう意味で老朽化ということが多いのかというそう思っております森会員。 はい、あのこれはあの前回の委員会で申し上げたか分かりませんが、これはもう私,だけ私があの理解がしていなかっただけか分かりませんが、私はあのあの前回の委員会でも申し上げたとおり、あの小学校、京都市の,あの学校については、耐震性能が備わっていると、十分備わっているという理解の中でずっといたんですね、でところが老朽化は一方で、ブロック塀なんかは、これ、ブロック塀の,の問題が今回、問題になって、 まあこれはあのえ耐震化の,その審査というか基準というかまあその範囲内に入っているような設備ではないという中でこういう対応があるということなんですがあのこれはあの前回の委員会であの西村先生が確か申されたと思うんですが私はやはりあのこれあの耐震性能が100%備わっているというのは建物ですよとじゃあそれ以外にブロック塀だけではなくて もういろんな設備があの運動設備ということを西村先生おっしゃいましたがいろんな設備があると思うんですねですので私はこれはあのすいませんあれもこれもやれということでなかなかこうであってはなかなかじゃあ優先的に何をするのかということを考えないといけないと思うんですがあの学校、学校によってですね学校長以下ですねあの、まあ、ブロック塀もさることながら他に、えー、じゃあブロック塀じゃない兵は大丈夫なのかであるとか あのいわゆるいろんな、えー、設備です、ね、のものをです、ね、やはりあの、なんていうんですかこう耐震化が100%備わっているあるいは、その近畿基準法上、えー、法律の範囲内ではないような学校設備についてです、ね、これ対応を考えていただかないと私はいけないんじゃないかどうしてもこれブロック塀ブロック塀ってこれ意識がいっているんですが。 あのそうした他の設備についての対応、まあ、前回の委員会での答弁があ,あ,あったか分かりませんがあの、重ねてお伺いしたいんですが、その対応というのは、何かお考えなんでしょうか、いかがでしょうか。またの担当部長、はいえっと、今回あの、詳細調査の中では、いわゆるブロック名だけではなくて、投てき板とかっていう、あの構内にありますあの えこういう兵類をあの同様にチェックしようという,ふうに考えておりますのでそれでいってあのもらうできるかという,ふうに思いますそれともう1つは、いわゆるあの従来からで言いいますとあの建築基準法12条に基づきまして定期点検をしております。これはあの,校舎のえ施設 について全体的にチェックをしておりますし、校内の教職員が安全点検の日にもチェックをしております、そして消防設備に対しても法廷の点検をしっかりしておりますので、行って、目から行き届いているという、それぞれ危険箇所については早急に対応するということをしておりますので、そういう形で日々は進んでおります。森下委員 はい、あの教育委員会で全体的にそうしたものを取りまとめてから公表ということではなくてです、ね、あのこれも先ほどの他の委員がおっしゃっていましたが <laughs> やはりあのその学校をよく知るもちろんあの一番は学校長で、えー、学校の教職員それとやはりあの避難所を開設されさえやはり地域の,あの皆さんということもあのそうした部分では情報共有が私は必要ですから。 あの公表というのはその何もこうインターネットでこう教育委員会が公表するであるとか我々にこう資料を全部まとめて公表するということではなくてですね私はあの先ほどの,このブロック塀の件1つもそうなんですがあのそ,のそうした学校の設備全般についてこういった部分が危険であるよとか ブロック塀についてはこうだということはですねできる限り地域と共有公表というか共有をです、ね、ぜひお願いをしておきたいと思います。でですね、あの前回の委員会の後にこに配られたこの教育委員会の資料なんですがあの最後なんですがこの大原の小学校でこの緊急措置をされているということでこの一覧の中にあるんですがこの傾斜というふうにあるんですが あの先日あの,の豪雨で避難所に指定されたのが大原の小学校でございましてこの緊急措置は措置でこれはもうされているということなんですがあの抜本的なそのまあ対策ですねあの本来あるべきその対策というのはもう非常にあの急がれるというふうふに思いますしまああの先般の,あの集中豪雨の際避難される方がもう多数いらっしゃってえそうした中にあってあの こういった緊急措置をで、まあ、ある種、済ませている中避難される方がこうここあの通行されていたらあの思わぬ災害、二次災害はなかったのかなというふうにあの本当にあの心配な部分がありますからこの緊急措置で、まあ、措置はされているんですが抜本的なその対策というのはあのやはりあの早急にやっていただくようにお願いしたいと思うんですがこの大原の省についてはいかがでしょうか。和田の担当部長 はいえー、と大原の町も含めまして、いわゆる緊急措置を行いました28校の、えー、ブロック塀に関しましては、早急にあの設計にかかりまして、えー、改修工事、年内には着工をするということで、あの進めているところでございます森川委員、はい、あのあすみません、最後と言いながら、一点だけ漏れてましたあの、地域の皆さんにその危険箇所等ですね。 公表というか共有をお願いしたいということと、合わせて通学路のブロック塀ですね、民間の方のブロック塀等の状況ということで、これ、調査をされているわけですが、こうしたものは地域の方と共有というのは、今回の調査自体ですね、地域、保護者と連携のもとって書いてありますから、そのある一定程度は共有されているのかなという。 ふうに思うんですが、あのそうしたことで間違いないんでしょうか？この調査自体がその地域と共有をされているのがいかがでしょうか？また、の担当部長。はい、えっ、ー、とこれまであの土木技術職員が現場に行った際に危険と判断した箇所については、しっかりとあの掲示をして、児童とか、あるいはあの市民に対しての安全確保ができるように指導をしております。そして、あの緊急措置をして。 おります学校もそうですけども今後、措置をしようと考えている32校に関しましても学校長と情報共有をして必要に応じて保護者、地域に対して情報を提供していただくそういうことも行っているところでございます森外院、ごめんなさい、私の聞き方か言い方が間違っていたというのか分かりませんがすみません。あの 通学路のブロック塀ですねあの、民間の所有されているブロック塀、調査されているということだと思うんですが、あのこの調査自体が地域とまあ共有されているのか、でまあ、調査結果、今回、えー、が出ていますが、その結果も地域と共有されているのか、やはりあの速やかにできる限り共有してです、ねあの、なおすなわさんは別にしてもです、ねあの、しっかりと通学路の変更なり、地域に考えていただくということも必要だと思いますから、あの この通学路のブロック塀についてはいかがかということなんですが、どうでしょうか。福西支長、通学路のブロック塀の点検についてでございますが、学校の方で取り組む中で、あの地域保護者の方との連携もしながら点検をしていただいたというふうにも聞いております。結果につきましても情報共有していきたいというふうふに考えております。またあの点検につきましても、13日から受付が始まるというふうに。 市の方で聞いておりますので、そうした受付の時期を踏まえまして、こうした制度があるということも含めて、また周知等を図っていきたいというようによ考えております。以上でございます。はいはい、進行いたします山本陽子委員委員長はいはい、よろしくお願いします。私は通学路のブロック塀についての報告にについてあの質問させていただきます。 今回、教職員の方の目視による緊急点検を実施されたということなんですけれども、まずその調査の実施方法について、お伺いいいしたいと思います調査内容や調査結果、報告されているんですけれども、調査項目を調査票を持って記入していかれるような調査であったのか、高さについてはスケールを使って測られたのか。 あとはブロック塀の場所などは地図に落として、通学路全体のブロック塀の箇所などは調査されたのかということを説明お願いします。福西室長通学路の安全確認でございますが、えー 今回の調査につきましては、専門家の調査のための一時スクーリングということで取り組みをしております。調査方法につきましては、目視ということで取り組んでおりますが、内容につきましては、著しいひび割れ、破損、傾斜が生じている状況があるかどうか、また2.2メートル以上の壁があるかどうかということで調査をしております。これににつきまままししては文部科学省から6月19日に通知がございました、ま、た災害 本部長からの指示もございました、そうした中身についての点検項目を関係局で調整したというところでございます。それから点検箇所についてですけれども、学校の方には通学路図がございますので、そこに場所を明示していただくという形で報告をいただいているところでございます山本委員。はい ではあの通学路のま地図上に、えー、場所が明示をされているということでありましたが、えー、調査内容についてはその箇所ごとに調査票などま表、あ、などで、えー、落とされているということでよろしかったですか。福西支長拠所、はい、の上お願いします。福西支所失礼いたします。えー、その場所ごとに、えー、調査票に落としていただいて、えー、状況についてのご報告をいただいているところでございます。以上です。 はい、ありがとうございます <laughs> 今回の調査は、まあ、調査内容を見ましても著しいひび割れや破損傾斜著しく高いかなど教職員の方でも分かりやすいような、まあ、緊急な点検というふうに、えー、受け取っています、えー、その箇所が、まあ、504箇所ということなんですけれども、まあ、この場所が分かって次この504箇所に対してはどのような働きかけをされるんでしょうか。 に主張していたします。え今後ですけれども、京都市の方で新たに設けます専門家派遣制度を活用いたしまして点検を行うということで、建築士の方がその箇所について点検を行っていただくということで取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。はい。山本委員。はい。え専門家の方がまあ、もう一回しっかり詳細な点検をしていかれるということだと思いますが。 今後の対応のところにはです、ね、その後に除去工事に対する補助制度を活用、さらにまあ所有者に対して改善の働きかけということも書かれているんですけれども、こういった働きかけや活用を周知するというのはど、どこが、誰がこれを行うということになっているんでしょうか。福西市長失礼いたします、えー 専門家派遣制度の窓口につきましては、都市計画局が取り組んでいただきますが、関係局ということで、建設局、また教育委員会等でも協議を進めておりますので、併せて取り組んでまいりたいと考えております、また学校の方にもこうした制度があるということについては、周知をいたしまして、地域保護者の方にも知っていただくような取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。山本委員。 ちょっとその先のちょっと具体的なイメージがなかなか持ちづらいんですけれども、えーまあ、調査は専門家の方が行かれるということなんですけれどもその状況をまあ把握をして、えー、補助制度を活用して工事をお勧めするというか所有者の方に働きかけをするで、まあ、その状況を確認してこの通学路が安全になったかどうか最終的に確認するというところでは全工程は、まあ、教育委員会 それか学校がそれを確認するんでしょうか。そこのところをあのご説明ください。福西支所長、失礼します。調査の点検方法ということでよろしくお願いします。それにつきましてはあの建築士の方が現地に出向いていただきまして調査を行っていただくという形になります。現地での外観目視による点検を行っていただくということで確認をしております。以上でございます。 山本委員、はいはい、あの調査は分かった、調査までは、ね、専門家の方が行かれるというイメージは持てたんですでその先なんですけども先の,の504箇所調査した結果を誰がその所有者に働きかけて改善、ま、求めるのかでその状況を確認してい、えー、くのかというところはどこがその責任を持ってされるんでしょうか。福西室長 失礼いたしますえ。点検結果につきましては、えー、その調査を踏まえまして、あの都市計画局の方で、えー、その民間の所有者の方等にお知らせをされるというふうに伺っておりますし、働、え、き、ー、につきましても、えー、そうした流れの中で取り組まれるという,うに考えております、ただ、あの教育委員会にといたしましても、学校の通学の関係もございますので、協力してまいりたいとといいうことでございます。はい、山本委員。はい、わかりまました。その、の、ま、あ、あの 点検まあ、調査をしその後の改善などを働きかけされるのはもう都市計画局があその、えー、活用の一環の中でされるということだということでそれを中心に、えー、学校、まあ、教育委員会なども、まあ、関係ある、まあ、地域の方にはお伝えするということで理解をしましたでなんですけども、えー、504箇所について今回 まあ、あのスクリーニングということで上がっているんですけれども通学路全体のブロック塀がそれで本当にまあ安全な点検、まあ、手のひらに載せられたのかといいますと、まあ、そ,のその点が私は不安でして、えー、専門家の方が504箇所を、ね、点検されるのであればあその通学路全体のブロック塀についても、まあ、その存在を確認して、えー、一定の点検は必要ではないかなというふうに思うんです。 えー、長岡教師について、まあ、報道でもされてましたけども10、えー、の通学路について全校庭、まあ、技術職員が調査をして、えー、1.2メートル以上のブロック塀が920箇所あったとでそのうち634箇所が建築基準法違反であったということで、えー、そのように全体的な調査をして、まあ、報告をされています。 で京都市においても、まあ、504箇所は緊急点検ということで出されたわけですからそれ以外の通学路のブロック塀のある箇所については全て、まあ、また確認をしてです、ね、地図上に出してでその際、専門家の方もその行かれる際には他の場所も点検をしておく必要があるというふうに考えますがどうでしょうか。福市長 専門家の点検につきましても、えー、通学路を移動しながら、えー、点検していただくということになります、えー、その際も含めまして、他にも危険な場所がありましたら、えー、対応するということで、えー、進めてまいりたいという,うに考えております、以上でございます山本委員。はい、あのぜひ、えー、専門家の方がその現地に行かれるわけですから、504カ所以外のブロック塀についてもしっかりと、まあ、あの存在、さらにはその点検。 というものはしていただいて通学路の全体がブロック塀把握をしたということでぜひ報告調査を進めていっていただきたいと思うんです <laughs> でその504箇所以外の点についてももし安全について不安な安全対策が必要な場合というのがあればですね補助制度も使って改善することができるわけですから えー、そういう働きかけができるようなまあ、点検調査ということで、えー、ぜひ全体的な把握ということを目指して進めていただきたいと思います以上で終わりますはい。他にはございませんかなければ、えー、以上で報告聴取を終わりますがこの際教育委員会に対して質問がある方はただいま挙手していただきあらかじめ質問内容を申し出いただきますようお願いいたします3人はい。平山委員 先生と森川さん、はい。えそれではえひえひあ倉田委員倉田委員、はい。はいまずは項目を。はいえっ、ー、と一般質問で、えー、避難所にも指定をされていることとの関係で教育施設の補修整備に関わって伺いたいと思います。教育施設の補修整備について。 平山義和副委員長小学生のランドセルが重いということの問題について質問したいと思います小学生ランドセルの重さについてはい、えー。森川委員あの今回の大雨の関係で、えー、京都市、えー、一立学校学校防災マニュアルの、えー、実施状況について学校防災マニュアル今回の大雨での 防災マニュアルの実施状況についてですね、ほ、は、か、い、にございませんね、はい、それでは、えー、ただいまお申し出のあった質問について、えー、倉,田倉田委員、平山義和副委員長、森川委員が、えー、行うことといたします。なお、改めて申し上げますが、お申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は、 認めませんのでご承知おき願いますそれでは一般質問に関連しない理事者はこれで退出願いますお疲れ様でした次の一般質問を休憩せずに行いますのでご了承願います準備整いますまでしばらくお待ち願います それでは一般質問を行います。はじめに倉田先生、倉田委員、教育施設の補修整備についての質問を行います。それでは倉田委員どうぞ。はい倉田先生、倉田委員。よろしくお願いいたします。先ほど来のま報告事案に対する質疑の中でも、あのまあ、避難所設置ということにも関わりご質問がありました。あの私どもも 果実の大雨災害に対する避難準備地域の発令に伴う避難所が設置されるという事態を受けましてその避難所の状況について調査をさせていただきましたその中で多くが小学校施設が避難所に使用されるということの中で多くは学校の体育館などが利用されていたかと思われますが ここでの雨漏りというものを現任したということがございました、あの私どもは、あの上京区内の避難所7か所を回って調査をしたわけですけれども、市内全域でも同様の状況があるのではないかというふうに考えるところですが、えー、把握はしていらっしゃるでしょうか、いかがでしょうか。又の担当部長 はいえー、っと今回の,あの豪雨によりましてあのいわゆる学校施設で、えー、雨漏りが発生している箇所あの34の学校で、えー、現実、発生をしております、えー、それぞれあの発生したところに対しましてはあの業者が駆けつけて、えー、修繕に、えー、どういう形で修繕できるかというのを今、検討しているところでああのいち早くあの対応していきたいとそういう状況でございます。 早急な対応を図っていくというご答弁でございます、あのぜひそうしていただきたいというふうにあの願います、えー。私が回りました7校の中でも、この大雨によって初めてですね、まあ、雨漏りが生じたという事例と、やはりあの経年劣化ということで、かねてより危惧がされていたという事態も、両方、まあ、あの確認をした次第です。 あの改めまして、もちろん避難所としての、まあ、機能という意味でも問題ございますけれども、そもそも日常的な学校施設、教育の現場として、えー、その機能がどうなのかということで、あの大変危惧を持ちますので、ぜひ、えー、対象となる学校の施設の早急な改善に力を尽くしていただきたいといううに願っておきます。 あの当然、えー、これまでも、まあ、ブロック塀についても同じことが言えるかと思いますが、応急手当として積み上げてきている、そうした施設においてはです、ね、抜本的な検証と対策が求められますので、当然、それ、えー、にふさわしい費用というのは、えー、一定の額になるかと思われますが、しかし、えー、災害もいつあるか分かりません。 また、学校の施設の安全ということは、もう何をおいても第一でございます。さまざまに調査・検討が行われても、安全の確認のできない構造物というものは、子どもたちに与え,与えるわけにいかないというふうに私どもは考えますので、お願いをしたいと思います。もう一点,もう一点は、これに関連することですが、要求しました資料の中に、 京都市立学校防災マニュアルの作成指針ということでお示しをいただきましたその中身に避難所の設置に関わるところで24ページのこの資料のページ数になりますが避難所の開設ということで記載がございます学校へ避難所開設要請があった場合または 公園長が開設の必要があると判断した場合は区災害対策本部と協議するとともに安全確認を行った上で避難者を受け入れるただし災害発,発災時刻によっては地域住民が自主的に開設し区災害対策本部が事後承認する形で開設されることになるというふうに記載がございますそこで 今回の避難所設置に関わりましては、えー、この手順通りであったのかどうか、この点についてはいかがでししたでしょうか。東総務部長。 はい、避難所開設の準備の連絡等のご質問かと思いますが、今回つきましては、防災危機管理室の方から、各区役所の方に避難準備ということでの連絡があり、そこから自主防災等に連絡をしていただいて、学校に連絡ということでございます、併せて防災危機管理室の方から教育委員会、総務課の方にも連絡がありまして、ダブルチェックという観点から学校にも連絡させていただいているという状況でございます。以上でございます黒田委員 はい、あのそのように、一定の連絡連携を受けながら、えー、それぞれ、えー、避難所としての設置がされたということでございます。ただ、えーまあ、学校そのものの管理、運営と並行をした形での避難所設置ということで、これもあの現場を確認させていただく中で,です、ね、やはりあの住民の方からは、 学校に避難所が設置をされたと聞くがということでの問い合わせ、やはり受けておられます。しかし、これはですね、えー、あくまで学校の管理、運営としての、えー、体制と、避難所というのはまた違ったものであります。学校施設であるということで、近接住民からは当然ですね、すべて学校に聞けば、正確な情報が得られるというふうにまあ判断されるのは常でございますから。 こういうことは往々にしてありうることだと思いますが、しかし、あのえー、一定の規模の災,災害の規模、あるいはその避難所に求められる機能が、えー、充実が図られなければならないような事態、そういったことをやはりあの想定しますと、これはあの学校の本来の機能の役割と、避難所開設、その安全性を確保するという役割についてはですね、 きっちりとした住み分け、そしてその体制や、あるいはそのことでの物理的な条件の整備というものが必要になってくるということを私も今回、初めて体験を通して感じ取ったところであります。例えば、避難所設置はおおむね体育館、施設などが主になっていたというふうに思われますけれども、そこに直に、 電話連絡を受け取れるような、そうしたあの、えー、通信手段ということがすぐさま設置ができるような手配になっているのかどうか、こういったことも、えー、今回、私は改めて問題意識として持ったところなんですけれども、このあたりはどのようなご認識をお持ちでしょうか、いかがですか東,東部長。 えー、先生おっしゃいましたように学校の役割といいますか、土島の管理職につきましてはあの避難待機のときにつきは待機をしていただいている状況でございます、もちろん地域による主体的な開設運営が原則でございますが、やはり学校の、えーまあ、体育を使うということで、まあ、施設の安全点検、または備品等の搬出等についてはあのご要望に協力をしていかなければならないと思っておりますし、先ほどのおっしゃいましたように、中期住民からどうしても学校の電話を活用されまして、問い合わせ 性とあるといいうのが現実でございます、えー、本来ならばその自主防災会の方,の方から緊急的な PHS 等の電話を携帯を持たれる中での対応等必要かと思いますがその辺りについてはちょっと今のところはちょっとこれあの把握しておりませんのでまたその辺りにつきまして今後はその学校が役割分担がきちっと機能を果たせるような役割をできるようにまた連携を含めてしてまいりたいなというのを思っております以上でございます。稲田次長 緊急時の学校の電話の件でございます。学校にあの緊急時のあの p. h S. 型の電話を配備しておりまして、これはあのどこでも移動ができるもので、まだ電池で。ガードできるものですので、そういうものも配備しながら、そういう避難所運営に役立つような。設っ整備をこれまでから整えてきているところでございます。黒田委員。はい。あのそういったものがですね、しかしあの今回の。新たな事態を受けまして。具体的に。 何を使い、誰がどのように動くのかというようなところをですね日常の学校管理とは別立てた避難所の運営に関わるどこまでの守備範囲として学校が関わりを持つのかというところはですねこれは私は詳細に検討していく必要があるというふうに考えます。加えてですねここのののマニュアルの中にに避難所における教職員の役割とというところで 学校においては、避難所運営支援係を中心に協力するというふうに書かれておりますけれども、この避難所運営支援係とは具体的に誰を指すのか、これはいかがでしょうか。東部長 はい、まず言ってみれマニュアルにつきましては京都市の避難所の運営マニュアルというのがございましてそれをもとにして学校と自主防災との関係の中でそのマニュアル一定整理されていると思いますのでこれについてまた今回の事案を検証しながら改定と含めてというのをまた考えていきたいなと思っておりますその支援につきましては一応管理職が役割となっております はいあのー、今も、まあえー、あの一定、検討を踏まえ、改定をということで、まあ、ご答弁ありましたので、ぜひですね、えー、今回のさまざまな現場際での気づきや経験、そういったものもしっかりと情報としてあの集約を図っていただき、そして次の段階で具体的なやはり行動が、あのー、混乱なく取れるということと、そしてあ,のあくまで学校サイドに求められる子どもの安全や、 そして教育現場における役割がきちっとそこに支障をきたすことがないようにということでですね私は教育委員会としてはその立場で前兆的な連携を図っていただきたいというふうに考えますそれから前後になりましたが物理的な条件ということではやはり現場からトイレについてのやはり不安の声が出ておりました。 もちろん上京区内におきましてはですねたくさんの方がお集まりになるという状況はございませんでしたでこれはこれで情報の伝達がどうであったかという検証は一つ課題になっていくことだと思っておりますがしかし人がやはりさまざまな状況下で避難所ということでお見えになった時にこのトイレがですね、まあ、今学校施設整備の中で様式化を図るという指針は お持ちいただきそしてこれは毎年度の予算化の中で努力をいただいているというふうには理解をしていますけれどもやはり改めてですね完全な様式化この進捗を一層ですねスピード感を持って取り組んでいただくということとさまざまな備蓄備品の中におけるそうしたトイレ ポータブルトイレの設置が速やかにできるようにということはこれ、改めて認識をいたしました、ぜひこのことについてもあの重点的な課題として検討いただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうかまず、避難所になります。あのまあ えー、体育館が想定されているケースが多いんですけれども、体育館の、えー、トイレの状況で言いますと、えー、249の、あのー、体育館施設の中で、225校に多目的トイレ、いわゆる洋式トイレがございます、男女とは別に、えー、1つ洋式トイレがございます、えー、そういう状況でございます。それとあの学校全体のあのトイレの様式化につきましては、えー、10年前から、えー 平成10年度からあの快適トイレの整備事業を実施しているところでございますけれども、えー、生活様式の変化に対応する形で学校施設や、えー、が地域利用あるいは災害時の避難所になるということも踏まえまして 平成25年から洋式トイレ化というのをあの事業も並行して進めておりましていわゆるあの平成35年度までに私立の学校園におきましていわゆる平均すると60%以上を目立つということであのスピード感を持って現在進めているところでございます稲田教育次長 あのトイレの関係ではその学校の備え付けのトイレ以外にです、ねあのえー、行財政局の防災危機管理室と連携しまして平成24年度、25年度の2カ年で全ての学校にあの避難所の運営資機材を例えばその発電機ですとか、可半式の照明とか間仕切りのテント、パーテーションのが入れてるんですがその中に缶入れトイレも配備しているところでございます。またあの上下水道局とのの連携でではマンホールトイレいいうのをいつでもその マンホールがトイレになるような仕組みがあるんですけれども、それも、えーまあ、ちょっと不利掃除ですが、28年の末現在で53個に配備しておりますこれについても引き続きあの整備を進めてまいりたいと考えているところでございます黒田委員、はいあのまあ、まず、ですね、えー、様式トイレ化、平成35年までに60%の目標ということも、まああの 事業化されたこと自体は大変大事なことではありますが、今のお、ま、次長のご答弁も含めても、なおかつですね、やっぱり大規模災害に備えるという点では、ですね私はさらなる、えー、進捗を図る努力が必要だというふうに思います。それから、えー、さまざまなあー、えー、避難所設置あるいは、えー、防災の の配備ということはもちろんそれは基本的な理解としてそういうことになっているということは理解をしておりますけれどもでは、この間の避難所設置の際にそれらがすべて想像印されてです、ね、いつでも誰が来てもどのような状況でもそれらが即使われるというような状況にまで今回の避難所の状況があったかというとそこまでには至っていないと。 いうことではなかかっったとといいううふうに思っているところですですから、そういったことも含めて総合的に私は改めて今回の経験を教訓として次のより一層詳細な手順であるとか体制の整備やそれから施設整備の在り方についての検討を深める必要があるというふうに思いますのでこのことを求めておきたいと思います以上です。 はいえー、進行いたします、えー、この件に関連しては、ほかに、大観、まあ、というその避難所の施設についてということでございましたので、1点だけ今回のことを改めてお伝えしたいと思うのは、まあ、あの北白川小学校には、えー、人数でいうと103名で、延べでいうと約150名ぐらいの方が避難をされてまして、まあ、私も2日間あの、夜泊まってもしたわけですが。 やはりその情報を得る術がなかなかないというところで7つの避難所を回らせていただきましたけれども複数の学校で体育館にアンテナケーブルを学校の他の教室から引っ張ってきてそしてそこでテレビを設置をして見られているというところがございました。 で、まあ、そのことをもって、北朝鮮科学区でもどうしようかという話をした時に、結局あの校長先生がそのケーブルを買います。ということをおっしゃっていただいて、まあ、次回そういうことがあった時には対応して、そのケーブルはとりあえず揃うような状況になりました。ただ、まあ、あの、本来的に言うと体育館にえ1箇所、そうしたアンテナのジャックがあるということがあれば。 まあそれほどの大変なこともしなくていいなとす思うところがあるので、まあ、そこができれば一番ありがたいんですがただ、もう一方でそこまでできないとしても今度そのケーブルを引っ張ってくる時に何が心配かといわれるとその教室のどこかの窓を開けた状況で引っ張ってこなきゃいけないとなるとそれがあのセコモ等の,あの、えー、ことで結局窓が開いてるということで。えー 防犯ブザーと建物の中のそういったものが稼働してしまうんじゃないかなという話がございましてですから要は先生がずっといる部屋であれば問題ないんですけどもじゃなかった時にそれが何か問題にならないかなという声もございましたつまりせめてそのケーブルをどうやって引っ張ってくるかということを想定してで体育館側については別にもうずっと開けっぱなしで災害時ですから開けっぱなしですからいいんですけども教室からその引っ張ってくるその 高度がちゃんと抜けられる状況を作っていただくだけでもおそらくそうした心配もなくなるのかなと思うとなんとかその体育館でテレビが見れる環境ということについては災害時の避難所としてということですけども何か工夫をしていただくところをご検討いただけないかなという,ふうに思っておりましてちょっと改めてそうした実際に取り組まれているところがあった。その上で よりどこでも同じような形で情報が得られる状況にする、そのご努力をぜひお願いしたいなというふうに思うわけですが、いかがでしょうか。稲田次長。 テののテレビアンテナでございますあの各避難所でその情報をでも取りたいということで、えー、平成26年度以降なんですけども、これもあの防災危機管理室が配備していただいているんですけどすべての,あの避難所となる体育に配備することを向けてです、ね、あの簡易のアンテナを配備。 してていいただいておりますこれにつきましても、できるだけ早期に配備してもらうようにお願いしたと思っておりますしまずはその、そういう場合がない場合でも先ほど先生おっしゃったように体育館がその予想から線が取れるような形が取れないかについては今後も検討していきたいなとまず防災研究管理室と連絡しながらその関与員の配備をできるだけ早期にしていただきたいなと思っております。 ありがとうございますそしてあのそこはぜひあの防災機関室と協議をしていただきたいと思いますが、まあ、その上で、ね、多分、一律にあの、えー、進んでしまっているところがあるんじゃないかなとむしろ、えー、今回もそうですが大雨を含めて考えたときに土砂,災害、えー、土砂災害危険地域を抱えているところっていうのはこれから何度もこうしたことで、えー、開催あの避難所を開けなきゃいけない状況があるんじゃないかなと。 もう今のところ北シナ海は毎年開いていますので,でそのときに対外避難者がいるという状況がありますからそう思うと、えー、一律にというよりはやっぱりその優先順位というのを改めて考えていただきながら対応していただくこととそして、えー、それに間に合わないところについても今、ご検討いただけるということでございましたけどもなんかその対策として、えー、お金が過度にかからない状況の中で、えー、一時的な対応ができるようにご検討いただくことをお願いして終わりたいと思います。 他にはございませんか。<laughs> なければ次に小学生のランドセルの重さについての質問を行います。それでは平山副委員長、平山義和副委員長どうぞ、はい。よろしくお願いします。えっ、ー、とあの小学生のランドセルの重さといいますか、まあ、通学する時の荷物がね重たいということについて以前からまあいろいろと指摘をされておりますで最近 あの新聞報道とかテレビでもあの取り上げられたようでございます、まあ、そういうこともありまして我が党にもいくつかあのそういうご相談というかお声がありました6月12日の参議院の文教科学委員会でこの問題が議論をされましてそ,その速記等によりますとえー 小学校1年生で平均して5キロほどだそうですね、その荷物の重さというのが。で、まあ、これ、平均ですから、最大では8キロを超えているという、まあ、あの首都圏の方の調査だそうです。これが3年生になりますと、平均で7キロ、最大で11キロ、11キロというと、この米ですね、お米のあ,のあれを一つ抱えていくと。 いう重さでございますで、えー、この議論の中で、まあ、その原因はな原因といいますかねなということで、えー、2つうんあの、えー、論点がありました一つは、まあ、どうして重くなったかというと、えー、この間のまあいろんな学習方針の変化とかいろいろありまして、まあ、教科書が厚くなったり 大型化というんですかねそういういことになってますそれがまあ一つの原因でありますということでまあこのことは学ぶという観点からすれば別に否定されるものではないというふうに思いますそれからもう一つはですねまあこういうことの対策として置き弁といううのがあるそうですまあできるだけえ学校に置いておけるものは学校に置いてもいいよというようなまあ指導をしているところも あそういうことがいろいろと議論されましてで文科省とかです、ね、文部科学大臣の基本的なお答えというのは、まあ、この問題については認識をしているけれども、えー、基本的な対応というのもその現場現場によって違いますのでそれぞれの、えー、教育委員会なり学校なりでしっかり考えて取り組んでいきますと、まあ、いうようなそういう大まかな流れでございました。 <laughs> えーまあ、そういう状況でありますけれども、この本市においてはです、ね、この通学路の、まあ、荷物の重さということの問題については、現状、どのようになっているでしょうか、はい、佐藤所長、佐藤所長。 陶芸工事の荷物の重さということのご質問でございますけれども現状につきましては今委員おっしゃっていただいたような形で,です、ね、本市としてもそれぞれ小学校の陶芸校はそういう重さでやっているところですただ従来より特に低学年の子たちについてなかなか 峠校の心配もございますし、大きな教材などがありましたらそれぞれの学校において、えー、例えばあの植木鉢など大きな教材を、まあ、家に持って帰ったりしなければならないことがございましたら保護者の方に持ち運びをお願いするとかあるいは、えー、どうしても長期の休み前になりますと学校に置いてあるものを一旦持ち帰らせることになりますので、えー、ちょっと段取りよくですね あの順番にあの持ち帰らせるなど、ですねそういったあの配慮をあのしているところでございます。平山委員 <laughs>、まあ、あのということは、こういうふうに理解していいんですかね、それぞれのまあ学校の現場において、適切な配慮をするということで、あの学校も教育委員会も認識をしてますと、でそのようにしておりますという、まあ、あの全体としてはですよ、そういうことでよろしいんでしょうか。 佐藤所長、はい、あの基本的に教科書等はです、ね、あの家庭での学習習慣をつけるのに大事なことだろうと考えておりますしそれぞれ教科書を家に持っていく持って帰るということが基本となってますけれどもただ、まあ、ファイルですとかあるいは資料集ですとかあるいは習字道具ですとかですね あの家に持って帰らなくてもよい、毎日持って帰らなくてもよいものについては、それぞれの学校で工夫しながら、ちょっと置いておく場所の問題がございますけれども、学校にあの置いていいよというような対応をしながらあの、それぞれ工夫をしていただいているところです。それぞれぞのの、ね、学校の 教室のキャパシティの問題もあるでしょうし物置き場の問題もあるでしょうし、まあ、あの状況が違うと思いますからあのぜひです、ねまあ、学校の先生の方がです、ね、教師の方が自分の目で状況をよく見ていただいてです、ね、適切な指導をお願いしたいというふうに思います。 けれども私、この件に関して質問しようと思ってです、ね、いろいろ調べていくとこの教科書の大型化というのはあのどうして大型化していくかというと、まあ、内容が増えるんですねと同時に例えば最近は歴史とか地理とか、まあ、いろんな分野で図表などを使うことが増えていますと、まあ、そういうことで大型化していくということなんだそうです。 でさらに、ですねあのそのことを調べていくとこう自分でちょっと恥ずかしい思いなんですが実はこの件に関して、えー、45年前に私教育福祉委員会に所属してたとき質問をしてるんですねでそのときは、えー、そのカラーバリアフリーの観点でこの教科書の問題について質問してるんです。で、えーまあ、あの そのときの質問ですからその内容を今取り上げるつもりはさらさらないんですけれども、えー、このカリアバリアフリーの問題っていうのは、えー、色覚に、えーまあ、正常な方とはちょっと異なる色覚の方があってで昔はその色覚検査というのがあったんですけど廃止をされたんですね、まあ、諸事情によりやらないということになったんですでこのときちょっとそのことを取り上げて、まあ、質問をして でその時のあの体育健康室長のご答弁では、まあ、色覚検査は廃止をしたけれども、えー、毎年20人とか30人とか、えー、やっぱり相談が学校にありますと、その方については検査をして、まあ、あの対話をしていきますと、まあ、いうようなご答弁で、まあ、その通りされてるんだというふうに思います。えー、2年ぐららい前から私この 右耳が聞こえなくなりましてこのこと代表質問でもやりましてそ,そ,そのいろいろ調べるとですねあの聴覚障害の方への対応っていうのは京都市の教育委員会小学校で大変よくされてましてあの補聴器の補助というんですか支給というんですかサポートなんかも 大変うまいことされてるなのでこの聴覚の問題はもっと以前の新生児の時の検査を充実すべきだろうということでその時質問させてもらったんです8割以上の方が新生児の時に聴覚検査を受けておられるんですけれどもやはり1割2割の方がまだ受けしないでも受けておられないと、まあ、こういう方への対応をどうしていくのかというようなことをあの今あの子ども若者 曲と相談をしながらですねいろいろ検討もさせていただいているところでありますで例えばその不自由な方ですねあの聞こえが普通の方よりも良くないという方これ外から見た場合に分かりにくいんですねでこの方に対してどう聞こえているのかということをですねあの 私はぜひとも教職員の方にも認識をしていただきたいというふうに思っているんです。これ片っぽの耳が聞こえないと距離感がねつかめないんですよ。平山って呼びかけられるんですけどどこで平山って言ってるのかねこれは本当なんですよ。よくわか,からないんです。同じようにです、ねまあの方もその図とか カラー化されてますで見えてどその子にとってどういうふうに見えてるのかっていうことがまあ周りの人では当然分からないですよね黒板に、まあ、白のチョークと赤のチョークと、まあ、青いチョークもあるんでしょうかね書かれてどういうふうに見えるのかっていうのことをよく分からないんです僕も分か,り分かりません、まあ、そういうい意味では そういう方にねどういうふうに聞こえてるのかどういうふうに見えてるのか弱視の方もいらっしゃいますね視力があのやっぱり普通の方よりちょっと厳しい方こういう方が先生が黒板にいろいろ書いてお授業されるそれがどのように見えてどのように受け取られてるのかということをあのやっぱり共有していくというか理解していくこと大事だというふうに思うんです。それで 今日、ぜひともお聞きしたいし求めておきたいのはです、ね、学校の先生もいろいろ研修をされる場合にそういったことに対してです、ね、ぜひ認識できるような研修とかいうことを取り組んでもらいたいしそういう視点で授業を行っていただきたいというふうに思うんですね。教科書が大大ききくくななっって、て。文字も大きくなって いいいつもいっぱいできて学ぶ方にとっては大変喜ばしいことだけれどもそれが本当にすべての児童に行き渡っていくのかどうかということはあのやっぱり教える側のいろんなさまざまな場面での姿勢というか心構えで変わっていくと思いますのでねぜひそのことについて取り組んでいただきたいというふうに思いますけれどもご見解をお伺いしたいと思います。 清水教育企画官、えー、まあ見る、え、また聞くことについてあの非常に、えー、お困りを持っている子どもたちへのあの指導のことについてでございます。あのあの一点あの、えー、いわゆる指揮格の方につきましてはあの、えー、いわゆる今の、えー、スマートフォンなんかのあのソフトであのそれを使うと。 視覚障害になる方がどういう風に見えるかというような、そういったあのソフトもございます。あの、そういったものをあの使ってあの少し前になりますけれども、教職員向けの研修も実施をしているところでございます。ただ、まあ、ちょっと時間も経っておりますので、今先生おっしゃいました。聞こえない方がどういうふうに聞こえなくて、どういうことに困りを持っているのかということにつきましても、例えばあの各学校では、あのすべてではございませんが、あの、えー 聴覚の人たちの教会との交流なんかを通して、子どもたち、また先生方もお話を聞かせてもらったりしておるところでございますが、改めて先生のご指摘を踏まえまして、教職員の意識の向上につきましては、今後ともさらに取り組みを進めてまいりたい平山副委員長、まああの、自然な流れかもしれませんけどね、どうしても。あの えー、学校では元気のいい先生が目立ちますね元気のいい子どもたちも目立ちます,目立ちますでもその傍らでやっぱりあの困ってる子もいてでそれに自らもも気づきにくいい場合もやっぱりあると思います、ね、そういうことがお互いに気づいてきるように、えー、大変、まあ、一つご負担になるかもしれないけれども教職員の方にもしっかりと取り組みを進めて同じこう 立場と言いますか、ね、目線に立てるような努力をすべきであるというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします、以上です、はい。この件に関しては、他にございませんか、あはい、えー、まず西村委員。今のね、平山副委員長の質問ですけど、教育委員会、ちょっとしっかりと答えていただきたいと思います。 確かにたくさんの各教科書ですね教科に基づく教科書いろんな写真であるとか資料であるとかデータであるとかいうことが掲載された教科書だということをおっしゃってましたけどけど今昔と随分いろんなものが様変わりしてきまして紙の軽量化もされてるんでそこは あーたくさんの資料があったとしても、えー、本そのものはそんなに重くないんだとかいうことがあって、えー、例えば、明日にですか、えー、各京都市で取り扱っている教科書なんかも見てもらったら分かるようにそういったものが随分昔と違って工夫されているとかいうことがあったらそれはしっかりと言っていただきたいと思います。えー、私自身はあまりその よく見ませんけども家庭画法とか婦人画法とかよ、ね、たまに女性が見られる大きな大きな本昔は大変重くってっていうところも随分様変わりして軽量化になって、まあ、今でも重いのかも分かりませんけどそこそこ軽いものを軽い重さになってきてると思いますけどもその辺りしっかり答えていただきたいと思いますがいかがですか 佐藤教育センター所長。あの現在の教科書でございますけれども、えっといくつかあのグラム数を測ってみましたところ、だいたい400グラム前後でございます。で、あの私どもの実感としてですね、えっと昔の教科書に比べましたら、あのやはり図表がきれいに。 プリントされているというところであのつるるっとしたきれいいな紙の使われている教科書が多くございますでこれは残念ながらあのとてもきれいに写真などが見られる反面ですねやっぱりあの紙としての重さはなかなかそこを随分教科書会社も工夫されてるんだろうと思いますけれどもあの重さでいうとやっぱり重なってくるということになっています。で まあ当然、中身であの判断いたしますとやっぱりきれいなあの図が載っているとか豊富なあの図表があるとかいうことがや,っぱやはりあの大きな要因でございますのでそういったまあ教科書がまあそれぞれの教科書会社競って作っていくわけでございますけれどもまた、これからですね教科書会社の方でもあのいろんなところで話題になっているところですから、まあ 一方的に重く, <laughs> 重くしたりあるいは大盤化するような流れではなくってもうちょっとコンパクトにというようなこともまた文科省の方にもですねそんな機会がございましたら言うていきたいなというふうに思いますし教科書会社との話をする機会がございましたらそういうことも。 学校現場、あるいは地域保護者からの要望で出ているというようなこともお伝えしたいと思っておりますす以上です、はい、続きまして、はい、山本委員、はいえー、やはり私もです、ね、ランドセルの重さについてはあの平山副院長と同じように、えー、子どもが本当に大変なんだという声をお聞きしているんです。 あのまあ、あの先ほど、まあ、典型的な重さも平山副院長から言われましたけども、まあ、5キロ、8キロあの学童保育に、ね、行くにもその学校の近くにない学童保育に行く場合その重い荷物を持って1年生の子が行ったり来たりしなあかんそれが本当に大変でその行きたくないというんだとあの重い荷物を持たせて遠いところの児童館まで行かなあかんというのが。 本当ににどううななうかかなならいいだだろとお声だったんですで先ほど1冊のね、えー、教科書 400g 程度というお話がありましたけども、まあ、そしたらそれだけ、まあ、もし5教科5冊持ったとしてもお2キロですねで今で言えば毎日夏なので水泳の用意や、まあ、水筒重いものをねかけて持っていくと。 その教科書の重さだけではなくて、えー、いろいろ持ち運びをしなければならないものもあります本当に1年生、2年生、小さい子どもさんからしたらね、その20キロぐらいの、まあ、自分の体重からしたら、本当にあのその比重の高い荷物を持って、行き帰りをしなければならないという子どもの状況についてはね、やっぱり教育委員会としても、 その子どもの負担やあと安全性っていうことも、ね、しっかり考えてその問題についてはあの認識をしていただきたいと思うんですで夏について、まあ、このようにあの荷物が多い場合はその学校に教科書を置いといていいよとその持って帰るのは、まあ、あの宿題のね宿題に必要なものだけとかねの基本的にはその置いといてもいいよっていう方向でねしていただけたら まあ嬉ししいいいなととううふうにおお母さんたちともお話をしていますこの問題については確かにテレビでもこのテーマで私特集を見せていただいたのもあるんです進学校と言われているところが進学校といわれているところがそういうお声を受けて教科書は学校に置いておくということで大転換をされたという内容でした。 それでも結果的に子どもたちの学習については支障はなかったということでその学校の先生方も報告をされ子どもたちも喜んでいるというような特集を見ました本当に子どもたちの安全性今の状況についてねい一度教育委員会でも課題としてねぜひ考える機会を持っていただいて保護者の皆さんそして子どもたちの声も本当に聞いていただきたいと思います。 の通学路の状況ね、その重さについて子どもたちの声、まあぜひ聞いていただきますようにお願いして終わりたいと思います。はい。よろしいですか。はい。えー、つこの件この件に関連しては他にございませんか。ありますか。はい。中野委員。えっと答弁を求めないですか。 えっとい、い、今の、今の話については。あの、私がこう伺う話じゃないんですけど。教科書を置いて帰るということについては。あの、どう、どう考えてらっしゃるんですか、ね。企画官。はい。清水教育企画官。えっと、教科書につきまして、今、あの、山本先生おっしゃったように宿題。 のあのある教科書だけ持って帰れるそれ,それも一つの考え方だろうと思いますけどもただあの各学校で、えー、勉強したことをあの家,に家に持ち帰って復習をするまたあの保護者の方と教あのこういう、えー、勉強したんだよという話をしていくそういったことをしていく上でもあの教科書というのはあの、えー、役割を担っているかというふうに思っておりますので基本的にあのそういった限定 限定したものだけ家に持って帰ってもらうんではなくてやはりあの教科書については基本的にはお家に持ってか帰ってもらうべきだろうというふうに思っております。中野委員、まああの確かにあのその部分もあると思いますのでなかなかその教科書を持って帰る帰らないというのは難しい判断だと思いますが、あの一方であの今出ていたその副読本等々資料集等々はあのある意味。 あの置いて帰るというのも選択としてはあの許容範囲かなというふうに思っています。あのたまにに一緒に明日の 用意をししたり娘としま,すまあその時にその全部をその揃えてランドセル入れたら結構重いなっていうのは正直実感するところでもあって、まあ、かといってあれやこれやあいらないものを詰めてるわけではなくて、まあ、必要な最低限なものを詰めてるけれども相当重いというのは私自身も一緒に準備をしながら感じてるところです。まあ、あのそのの中でまあ一つその今お話のように教科書はまあ当然 必要だから持って帰るというところはあ,のあるかもしれませんが例えばノートなどは、まあ、今現在のところ国語用のノート算数用のノートそれから生活とかその辺を含めて自由帳ということで別のノートあります、えー、まあ簡単に言うと1日ノートを30ページ使うということはまずありえませんということから考えると まあその子供は使わない紙を毎日持ち歩かされているというところから考えるとある意味例えばルーズリーフとか、まあ、そういうふうな合理的な考え方も必要なのではないかなというふうに思っているところです。特に必要もない紙を毎日 持ち歩かされるというところについては一定、ちょっとあの検討の余地があるかなという,ふうに思うのとで合わせて今、プールの時期でもありプールの用具を持っていくで合わせて給食用の食器と箸を持っていくということでかさばるというところでも相当量があるかなという,ふうに思っています。決してその 子どもが重いからあのかわいそうだからとかいうそ,のそういったなんいうかな甘やかすという観点ではなくて必要なものは持っていったらいいでしょうしあの必要であれば重くても持つべきであるというふうに思いますけれども一方であの必要でないものを 持ち運びするというところについてはあの改めてあのその現場の先生方と含めてです、ねまあ、合理的な判断ができないのかあーないしはあの学校に置きっぱなし しても特に問題が発生しないと持って帰りたいという子どもについては副読本も含めて持って帰ってもいいですけれどもあの特に持って帰らなくてもいいよという,ふうな判断も含めてです、ね、学校の先生含めあのと皆さんとで一度改めてお話をしていただけたらと思うんですけれどもその辺についいてはかかがですか、はい、佐藤教育センター総合教育センター所長。 はい、あの今、あのまあ、委員の方から具体的なあの提案等をいただきましたけれどもあの冒頭申し上げましたようにそれぞれの学校ではやっぱりあの負担を考えた中で、えー、と例えば、紙の問題ですと,、えー、と学校で学習用に使う,こうプリントをファイルしておく。 そういういことをししたりしているわけけですけれどもある程度こうたまってきたら、まあ、ちょっと家に置いておいていいよとかあるいは学校で先生が預かるよとかそういうようなあの細かい配慮もしていただいているところですしまた、副読本等につきましてはあ家で見る必要のないものについては置いているというのはあの多くの学校でやっていることだろうと思います。ままたあのこれかからあの学期末にも向かいますので 改めてですね、あの校長会とも連携しながら各校にはそういった工夫をあのさらにお願いするようにあのしていきたいと考えています。以上です。はい、中野委員。ま今後読書の推進とかまあいろいろされている部分もあります。ま図書館で本を借りて持って帰って家で読むとか、まあそういうところから考えるとさらにまあいろんな形で。 進学すればするほど荷物が増えるというところはあるかと思いますしこれは決して甘やかしというところではなくてその持たなくてもいいものであれば学校に置いておくというある意味合理的な部分の方向で,ですねどうあるべきかというところはぜひ学校の現場の先生の負担もいろいろあるかと思いますし そこも含めてですね、皆さんとともにいろいろ考えていただけたらというふうに思います。終わります。はい。はい。このこの件に関連しては他にはございませんか。もうね、ここで。はい。なければ、あ、あすみません。えー まもなく正午ですけれども、教育委員会の一般質問の後に、休憩に入りたいと思いますから、よろしくお願いいたします。それでは、えーっとですね、学校防災マ,マニュアルについての質問を行います。森会員どうぞ はい、あのちょっと事前にあの申し上げていませんでしたんであので細かい点はあの避けておこうと思うんですが、まあ、あの今回、集中豪雨、えー、記録的な大雨ということであの、まあ、私もあの避難所の方です、ねえーまあ、あの消防団として議員としてあるいは町内会長としてです、ねえー、5か所の,あの避難所あのに赴くことになったんですが。 あのやはり各避難,所に避難所の対応ですね、まあ、あの当然地域が主体的になって開設されるというものですから当然地域地域によって事情は異なる異なろうかと思うんですがあの、まあ、大原の書はあの、えー、新聞記事で報道されていたわけなんですがあの先ほどあの、えー 他の先生からのご質問の中で答弁の中で出てきたんですがあの教育委員会の対応としてはですねあるいは学校の対応としてはまずあの防災危機管理室から区へ行くとでそこから自主房に行って学校に来ますよということですねただあのそうは言っても防災危機管理室から教育委員会にも連絡が行くということのダブルチェックというご答弁があったんですがこのダブルチェックの中でですね この大原の賞の解説に対してです、ね、教育委員会として主体,的に主体的な役割を果たすことができなかったのかどうかこのマニュアルで言えばです、ね、教職員の行動ということが書かれていまして自主的に学校に参集するということにもあるんですがこのマニュアルに従ってもです、ね、なかなかその大原の賞に赴くということにはならなかったのかいかがでしょうか。 東総務部長、はいえー、あの京都新聞で報道された件だと思いますがあの大花小学校の教職につきましてはもう小学校にあの来られました避難所につきましては丁寧に対応されてなかったという報道だったことでございますがそうではなしにあのきちっとした学校の対応をされているというのを、ね、お聞きしておりますしあの自治会館の方へも紹介、まあ、誘導しているという状況でございましたので、えー、そのたりについては報道と違うということでございます。森員 いやあの非常にそれは良かったなというふうふに思いましてじゃあ,あの教職員の方は参集されていたということでいいわけですかこの大原の署の避難所に現地にいらっしゃったという当時いらっしゃってその誘導その各地域に設けられたところに誘導されたという理解でいいんでしょうか東部長。 当時の学校、大花小学校まだ避難というか学校が、教育活動がございましたので教師職員はもちろん在中しておりましたし、そのような避難の方が間違いないで来られたということについて丁寧に対応したということでございます森会員、いらっしゃったということなんですね、参集されたということではなくていらっしゃったということ、まあ、いずれにしてもその適切な対応されたということで、で私もあの、まああの すぐに落差秘書の方からこの大原の省の問題については連絡をいただいて記事になりますよという向きのお話をいただいてちょっと残念だったなというふうに思っていたんですね、まあ、こうあの100歩譲ってもこの非常に大変なときに対応がまずかった。 一方的な少しあの内容の記事というのは私は非常に遺憾だなと思って今おっしゃったようなことも含めて記事になるんだったらあのまだ良かったのかなと思ってましてで合わせて、片木原中学校私行ったんですがあの教頭先生と地域の方がまあ詰めておられてで避難された方はいらっしゃいますかという質問の中であの地域の方ではなくて9号線がまあ,あ,のああいう豪雨ですから あの帰れないと亀岡方面に帰れない方があの避難されているとあそういうケースもあるんだなと思ったんですねでわざわざよく,よく片木原中学校を訪ねられたなと思ったんですがあのそこの,あの母校の方があの片木原中学校に母校を頼って行かれたということで非常にあの喜ばしい私あの事例だなと思ってましてですんで私あの教育委員会としてもです、ね、あの主体的に、まあ、このマニュアルを見ていてもですね あのもちろん、よく理解はするんですがあの地域の方が自主防が中心となって避難所を開設するとであの避難所のなんか支援員です、ね、支援係を設けるというようなものが書かれているんですがあのマニュアルに書くかどうかは別にしてもですねやはりあの教職員の方にあの求められる役割というかですねあのまあいい事例はいい事例としてですね まあこの,マニ,ュアルのマニュアルを改定するのか別にしてもです、ね、ぜひあの主体的な役割をお願いしたいと、今回確認したいのは、あのまあ、これ、発令体制によって、えー、取るべき教職員の行動ということで、今回の、えー、発令体制の中ではです、ねえー、教職員が参集するということではなかったのか。えー、そうは言っても自主的に じゃあ、木原中学校の例を言いますと教頭先生が自主的に詰められたということなのか東部長。 はい、避難所開施設準備の場合につきましては先ほど申しました流れで自主防災法に各区役所が行くわけでございますが基本的には学校の管理職が対応するということでございますので今回、教育活動がまだあったときに避難があったということでございますしそれにつきましては休校措置を取っていきますがそのときは子どもをもちろん引き渡しで返しますし先生方は学校でおられるということでございます。体制につきまましては1号体制2号体制3号であるわけでございますが 基本的に今回は完食対応でございまして例えばその特別警報とか、えー、過率の地震5弱以上のものにつきましては強食、えー、の2分の1程度がまた参集されるという,ような体制もございますがそれによってまたの対応はまたがあの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 異なってくるという状況でございます。ます森川委員はいあの、まあ、これあの ざっとしか私、正直読めてないんですがおおむねこれ、地震で台風ということが例示されているようなマニュアルになってまして西京右京のことだけ言うわけではないんですがこの水災害というのは5年前にもあったわけですからぜひ、教職員の行動ということでその発令にかかわらずです、ね、当然、管理職の校長、教頭が対応するということは一時的には当然やと思うんですが それが例えば、日教の学校から管理職の校長先生が離れている場合であるとかあのその何もわざわざ勤務校へ参集するということではなくて少し柔軟にあの、まあ、片木原中学校であれば片木原中学校地域その周辺に住まれている教職員の方が、まあ、あの地域の方と一緒になって学校で対応するという,ようなこともです、ね、少し柔軟に考えていただけるような。 あのものにすると私は、より良いのかなという,ふうにも思ってまして、すみません、ただ、私、ちょっともう一度確認したいんですが、これはあの管理職までの3週今回は管理職のまでの3週がこのマニュアルに沿ってされたということで、教職員まではされなかったということなんでしょうか、いかがでしょうか、各避難所にじゃあ教頭先生、あるいは校長先生がいらっしゃったのか、私、あの、木原 柳原では教頭先生がいらっしゃって確認したんですけどね、他の避難所は私から確認したわけではないですからわからないんですが、管理職の校長先生がいらっしゃったのか、いかがでしょうか東部長、はい。避難所解説につきまして、基本的には管理職の方で対応ということで、校長先生、なし教頭先生が対応していただいているという状況でございます以上でございます。 あのああ、ごめんなさい。はい、あじゃああのいらっしゃったということですね。なるほど、分かりました。あのまあ、あのマニュアルに沿ってそういう行動をされたということですが、あの地域避難所をあの見てまして、だいぶそのあの長期戦に少し、今回のあの記録的なこの災害についてはですね。長期戦になっている部分があってですね。非常にあの地域の方があの疲れも見えていたんですね。で、まあ、あの校長先生、教頭先生がいらっしゃったということやったら。 あのこのマニュアルに沿って支援ということを傍らでされていたと思うんですがあの今後はです、ねまあ、その管理職の先生だけではなくてです、ね、周辺にじゃあ教職員の先生がお住まいになんだったらあの何がしかの協力をしていただくとか柔軟なものをです、ね、あの今後については考えていただきたいと思うんですが最後にあのご答弁を求めて終わりたいと思います。東部長 今回も長丁場ということで確かに自主婦の地域の方もお疲れなてきているというのを思っておりましたし管理職も校長先生が日々毎日2日連続徹夜というか待機という状況までございましたのでもちろん教頭先生とのローテーションまた主観教務主任と含めて今後、そのローテーションしていくというような長期になるまでなるほどそういうのあの管職、学校体制というのは構築してまいりたいというのを思っております。はい、この件に関連してはほかにございませんか なければ、えー、以上で教育委員会教育委員会を終わります。理事者お疲れ様でした。えー、次の保健福祉局については1時10分13時10分から始めますのでそれまで暫時休憩いたします。